ウアレンティニアヌス2世、ウアレンティニアヌス2世、バレンティーニーニス371年から392年5月15日は、ローマ皇帝、在位、375年から392年、ウアレンティニアヌス1世の子、フラヴィウス・ウアレンティニアヌス、ウアレンティニアヌス2世は、西ローマ皇帝ウアレンティニアヌス1世と、彼の2番目の妻の間に生まれた。イボアニニは、ウアレンティニアヌス1世の下で367年から聖帝とされていたグラティアヌスがおり、他にはグラタ、ユスティナという3人の姉妹がいる。父ウアレンティニアヌス1世が375年に死亡すると、イリュリクムのローマ軍団が不穏な動きを見せた。父の共同皇帝であったニーグラティアヌスはトリーアを拠点としていたため、フランク人の老臣メロバウデスは、ウアレンティニアヌス2世をシルミウムでグラティアヌスの共同皇帝に擁立し、軍団にウアレンティニアヌス2世への忠誠を誓わせることで事態を収拾し、ウアレンティニアヌス2世の宮廷はメディオラヌムに置かれたが、実際の政治は幼いウアレンティニアヌス2世に代わって、母、ユスティナやメロバウデス、バウト、リコメルといったフランク人の老臣たちが行った。378年、オジワレンスが東方で戦死したため、グラティアヌスは、小テオドシウス将軍、後のテオドシウス一世を、東ローマ皇帝に任命した。383年にはグラティアヌスもブリタニアの皇帝マグヌス・マクシムスとの戦いで敗死した。ウアレンティニアヌス2世はマクシムスを共同皇帝として受け入れることで、マクシムスと交わったが、387年にマクシムスによってイタリアを追われ、東ローマ皇帝テオドシウス一世を頼った。ウアレンティニアヌス二世は自分の姉妹を20歳から30歳ほど年の離れたテオドシウスに差し出すことで彼の支援を取り付けた。同年中にテオドシウスは当時15歳前後と思われる少女ガッラーとの婚姻を完全なものにして西ローマ帝国へ軍を進め、翌388年にマクシムスを倒してウアレンティニアヌス2世を宮廷へと復帰させた。しかし、ウアレンティニアヌス2世は、テオドシウスの傀儡に過ぎなかった。ウアレンティニアヌス2世が復帰した後もテオドシウスは、西ローマ帝国の首都、メディオラヌムに泊まった。ウアレンティニアヌス2世の住処は、ビエンヌへと移され、西ローマ帝国の高官は、テオドシウスの腹心へと次々に入れ替えられていった。ウアレンティニアヌスの名で発行されたコインの裏面には、テオドシウスの肖像が描かれ、誰が帝国の真の支配者であるかをほのめかした。389年6月13日に、テオドシウスがローマで凱旋式を行った時、ウアレンティニアヌス2世は凱旋式には参加しなかった。テオドシウスは彼の中心であるフランク人の将軍を軍司令官に任命、西ローマ帝国を任せ、391年に東ローマ帝国へと帰国した。ウアレンティニアヌス2世は成長するにつれ自身がテオドシウスの傀儡であることに不満を持つようになった。アルボガストはテオドシウス個人に対してのみ忠誠を誓っており、ウアレンティニアヌスに対しては主人のように振る舞った。ウアレンティニアヌスがアルボガストを降格しようとすると、アルボガストは私を任命したのはあなたではないとして、これを退けた。ウアレンティニアヌス2世はテオドシウスに苦情を申し立て、テオドシウスはアンブロジウスを朝廷に向かわせたが、392年5月15日にビエンヌの住居にぶら下がっているウアレンティニアヌス2世の姿が発見された。自殺か他殺かについては意見が分かれている。ウアレンティニアヌス2世の遺体はミラノのおそらくはサンロレンツォ大聖堂へと運ばれ、アルボガストとアンブロジウスによって適切な葬儀が行われた。葬儀には妹のグラタとユスティナも参列しており、この時点では二人の姉妹がいずれも生存していたことを確認できる。ウアレンティニアヌスの死によって西ローマ皇帝の座が空位になると、アルボガストはテオドシウスに次の西ローマ皇帝として、テオドシウスの長男アルカデウスを迎え入れたいと、引き下げした。しかし、この提案にテオドシウスは、返答をしなかった。アルボガストは、中説の見返りとして自分が次の皇帝に指名されるかもしれないという淡い期待を抱いたが、テオドシウスからの連絡がないまま3ヶ月が過ぎた。アルボガストは最終的に自分の友人であるエウゲニウスを次の皇帝に推挙し、正式な手続きを経て8月22日にエウゲニウスが西ローマ帝の座に就いた。ウアレンティニアヌス2世の死については自殺であったとか、アルボガストによる暗殺であったとか、当時から現在に至るまで様々な憶測が語られている。18世紀の歴史家、エドワード・ギボンは、ウアレンティニアヌス2世は、アルボガストの陰謀によって殺されたとしている。ブライアン・クロークや、ジョン・フレデリック・マシューズといた、現代の歴史家は、当初テオドシウスがアルボガストに対して何の非難もしていなかったことから、暗殺の容疑は、アルボガストとの対立が明らかとなった後に、テオドシウス陣営が作り得たものだろうとしている。ジェラルド・フレルは、ウアレンティニアヌス2世が、自身の貧弱な立場に悩み、屈辱と感じていたことから、憂鬱による自殺ではないかとしている。彼の死に関する、最も良質の資料と考えられる、同時代に生きた歴史家の記録では、皇帝の身に何が起こったのかは本当に、誰にもわからなかったとされており、これが現在の実情でもあり、今後も新しい証拠の発見は難しいものと考えられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。